ガス炊飯器の登場は、日本の炊飯文化において重要な進化の一つです。電気炊飯器が主流になる前、ガスを使用した炊飯器が家庭で広く使われていました。以下にその歴史と発展を説明します。初期の炊飯方法、伝統的には、炊飯はかまどや鍋を使って行われていました。火力の調整が難しく、経験や技術が必要でした。そのため、炊飯は家庭の中でも重要な家事の一つとされていました。ガス炊飯器の誕生。 1937年に、初めての家庭用ガス炊飯器が日本で登場しました。これは松下電器産業現在のパナソニックが開発したものでした。このガス炊飯器は、手動で火力を調整する必要がありましたが、かまどでの炊飯に比べると手軽で便利でした。進化と普及。その後、1950年代に入ると、自動で火力を調整できる機能を備えたガス炊飯器が登場しました。これにより、一定の品質でご飯を炊くことができるようになり、 普及が進みました。電気炊飯器への移行、1960年代になると、電気炊飯器が登場し、瞬、ま、たたく間に普及しました。電気炊飯器は、ガス炊飯器よりもさらに使いやすく、炊飯の品質も安定していたため、多くの家庭で採用されました。しかし、ガス炊飯器も引き続き愛用されており、特にガスの強い火力で炊くご飯の美味しさを評価する人々に支持されています。現代のガス炊飯器、現在でもガス炊飯器は存在しており、 特に炊き上がりの香りや食感にこだわる人々に根強い人気があります。最新のガス炊飯器は、マイコン制御などの技術を取り入れ、さらに高機能で使いやすくなっています。